久保さんまあ全然進化しないですよねまあこのね植物もね日々成長して進化してるのにね人間は何で成長しないんですかね <laughs> まあ最近あのこの植物のね成長を見るのが僕のあの趣味の一つなんですけどいいです100均でいい趣味ですね <laughs> 安いし <laughs> まあ毎,毎朝起きてねなんか成あちょっと 大きくなななったかなみたかみいなね <laughs> あの見るのがちょっと趣味になってきたんですけどいいですねうん非常にあのだ9個ぐらい買いましたよ100均で <laughs> まああのある程度、まあ、あの人間っていうのはその例えば身長が大きくなるとかあの目に見える外見の成長ですよね女性の方だったら胸が出てくるとか ね、生まれた時は胸出てないですよねでも成長する過程で胸が大きくなったりとか、まあ、もちろん、うん、出ない人もいますけども、あのーまあ、身長は、まあ、身長も伸びない人もいるんですけどまあまあまあ外見的な成長っていうのは、まあ、していくわけですよ一般的にはねだけどこのね脳の進化っていうのはあのー、やっぱ勉強しないとしないですよねうんだからあの大事なことっていうのは 脳を進化させるっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。脳を常にアップデートしていく。うん。だから結局、その人間の成長って、例えばあの、身長に関してまある一定で止まるじゃないですか。久保さんが今、毎年ね、1センチ伸びてます。今、180ぐらいあるみたいですけど、じゃ久保さんがもし毎年1センチ伸びてたら、そのうち200センチになるだろうし、2メーター超えになるだろうし、まあ止まりますよね。でも、脳は止まらないんですよ。勉強すれば。いくらでも、あの、進化できるんですよ。 だから、人間が唯一優れているもの、他の動物と違うところがあるとするならば、脳を進化させることができるっていうところですね。例えば、猿とか進化できないじゃないですか。もし猿が進化してるんだったら、今、猿がロケット作ってますよ。猿がロケット作れない理由っていうのは、あれじゃないですか脳が進化してないからじゃないですか。どうでしょうか。進化のスピード、まあ、進化はしてるかもしれないけども、うん、スピードは遅いと思います。 どうなんですかねそれは、その、猿の研究者じゃないとちょっとわかんないですよ。300万年、500万年前の猿の脳と、今の脳の、進化してるかもしれないですけど、ただ、唯一事実があるとそれならば、猿は新幹線を作れなかった。猿は、あロケットを作れない。猿は、うん、飛行機作れないし、なんだ、宇宙船作れないし、宇宙船じゃねえか。<laughs> まあ、いいや。<laughs> まあ、とりあえず作れないですよね。作ってないですよね。車作れてないですよね、猿は。 っていう事実があるわけですよ。じゃあなんで人はそういうものを作れたのかっていうと、脳をあの進化させることができたからですよね。学んで。常に学んで、いろんな科学を取り入れて発展させて、人間を発展させるとで。これができるのが人間唯一の、まあ、知識と言われるものですけど、考える力ですよねで。その考える力、脳を進化させないんだったら何進化させるんだって話で、でやっぱりその時代は変わってるわけですから、 あのー、やっぱ、考え方も変えていかないと、まあ、取り残されていく、うー、と思うんですよね。で、そうそう。僕はね、面白いなと思ったのが、久保さんのその動画で、あの、PayPay の動画が最近アップしてるじゃないですか、運用の。で、その出てきたんですけど、あ、久保さんチャ、チャレンジコースじゃねえんだ、みたいなね。<laughs> なるほどね、みたいな。スタンダードコースとチャレンジコースが PayPay ペイペイがあって、いや、これもやっぱね、面白いなと思ったんですけど、 あのー、僕はチャレンジコースなんですよ。で、それはなんでかっていうと、動画のあののー、動画のネタとしてチャレンジコースのがあの振り幅が大きいので、まあ、見栄えがいろんなことでもうかった、もう買ってないみたいなね、なんかできるなと。ただ、久保さんはやっぱ投資やってるので、まあ、しっかりと着実に上げる、運用していくっていうところで、スタンダまあ、なんでスタンダードを選んだのかちょっとわからないですけど、まあ なんだろうな。まあそれもすごいなと思います。だからこれも考え方じゃないですか。2つ、2つの選択があって、久保さんはスタンダード。で、僕はチャレンジコースなんですよ。で <laughs>、まあ久保さんはもうチャレンジしなくてもいいのかわかんないから、あれかもしれないですけど、うん。 だこれも久保さんの多分考え方があると思うんですよね。二社卓、まあ、考,えか考えてるのかなわかんないですけど、まあ、二社卓越ですよね。チャレンジコースで運用するのか、スタンダードコースで運用するのか。それは久保さんの考え方があってと。僕は動画のネタとしてももはややるので、チャレンジコースの方があの振り幅が大きいんで、アーダコーダー言えるっていう。損したみたいなことも言えるし、もう勝ったっていうことも結構振り幅大きく言えるんじゃないかなっていうところで、まあ、今やってますけど。 そうで今日もこれからね、またその動画撮るんですけど、今日の運用みたいなね。今日はね、100円ぐらい儲かってましたね、たぶ130円か。そう。まあ、これは今日130円儲かってるだけで、<laughs> なんだ。<laughs> 明日にはわかんないですけどね。うん。うまあ、1年間運用してどうなるのか、チャレンジコースで1年間運用したらどうなったのかっていうのをちょっと撮りたいので、まあ、それで、まあ、自動車税払えたらいいよねっていう <laughs>。 うんうまあ、目指す的、僕はゴールは PayPay ペイペイの運用で、えー、自動車税を賄うっていう <laughs> これをちょっとやりたいっていう,、うん、そうあとね PayPay ペイペイ面白いなと思ったのがあの僕クレジットカードでしかチャージしないんですよねでクレジットカードでチャージしたお金って運用できないんですよマジかみたいなだから現金で入れたから なんかペまあ、これも、ちょっとこ、なんだ、PayPay ペペ金額と PayPay ペペライトだったかな。だから、その現金で ATM で入れたやつは PayPay ペペのお金なのかな。それは多分入れられるんですよ。ただ、クレジットで、えー、チャージしたやつは運用できないっていうね。ああいう、マジかみたいな。これ運用できたらね、結構抜け道、まあ、抜け道みたいなものですよね。<laughs> 金ないけど、現金はないけども、クレジットで金作って運用するみたいなね <laughs>。それはできないっぽいですね。 だから、まあ、あの僕、ボーナスーを自動追加して、ボーナスだけでやってます。現金を入れたくないですよね。現金で ATM で僕はあんまり入れたくないので、まあ今、そう、Yahoo のクレジットカードと連帯して、この前、その、えー、本人確認して、僕は青バッジついたんですよ。で、青バッジついて、今、クレジットカードから25万までマックスあのチャージ、一瞬でできるので、わざわざ現金を下ろして、ATM で現金を入れるっていう、まあ、 さすがに25万も毎月使わないので、さすがに僕も。まあ25万のチャージできれば十分かなっていうところで。なんでまあ、あの運用に関してはあの、クレジットもポイントつくんで、クレジットでチャージして、クレジット決済でチャージして、クレジットにポイントも貯めて、で、チャージして、で、そのチャージ、PayPay ペペのチャージで買い物をして、で、その買い物したナンパーの このリザを自動でボーナス追加ししてて運用していくっていう感じでやっていこうかなっていう思いますねうんだからまあえっ、ー、と PayPay 運用に関してはまあ1円もかけず、うん、やるっていう久保さんもボーナス運用だとは思いますけど、うん、まあなんかそういうなんかあのお金に対してのお金のリテラシーに関してもまああのなんかやってみて考えてみてあのやってなんかいろいろこう すするってことは大事ななんじゃないですかね今そういうのがあるわけですから。うん、だからね、あの、楽天ポイントも運用があるんですよ。で、これ今、まあ、表上に出てる数字ですけど、楽天の方が長くやってるわけですよ。ね、しかも信用度に関しても、PayPay ペペなんかここ数年じゃないですか。楽天なんかもうずっとやってるわけですよ。で、楽天のポイントも運用できるみたいな感じでやってるんですが、これすごくて、今、楽天ポイントの運用400万人ぐらいいるんですよ。 表示されてるんです、ね、ペイペイ300万人なんですよ。いや、このスピード感覚すごいなと思いますね。なんかやっぱ、ヤフーのね、営業というか、その、この促進力はすごいなと。だから僕、楽天ポイントは運用しようと思わないので、やっぱ、ペイペイはやっぱあれなんですよね。これは本当、ほんとこれ、ペイペイのうまいとこだなと思うんですけど、めちゃめちゃバックしまくるので、やっぱ、もう楽天ポイントよりもバックリースが半端ないんですよね。 だからやっぱバックすればするほど余るから、その余ったやつを運用しちゃえばいいんじゃないかなっていう、その追加、だからあれもポップでね、あの、ボーナスを、あの、多分、先々月ぐらいから出し始めたと思うんですよ。あの、ボーナス運用自動チャージみたいな。だあれすごいっすよね。だからやっぱね、ソフトバンクの営業はすごいっすね。<laughs> <laughs> うんすごいと思いますよ。だって僕もそれにハマってるわけですから。うん。いや、あれの、まあ、これから、まあ、ね、や、ぺいぺの利用者数っていうのはどんどん増えると思いますし、その、余ったお金をどんどんその運用に、この、吸収していって、で、結局その運用益。まあ、お金は、だからこれも、お金の、その、なんだろうな、すごくうまい回し方というか、買い物させ、まあ、めちゃめちゃお金配るじゃないですか。あ、まあ、 PayPay ペイペイっていうお金、PayPay ペイペイっていうマネーでその還元するじゃないですか。で、じゃあ PayPay ペイペイがいっぱいもらえるからっつって、つてその Yahoo を利用したりとか、そういうのが増えるじゃないですか。ねで、それで決済データも収集できるし、決済データ、そのクラウドにね誰がどこで買ったっていうデータもめちゃめちゃ抽出できるし、その抽出ができたら、そのピンポイントでね広告出せるしね。うん <laughs> で <laughs> まあそれでまた売り上げ取れるしね、だからそのま,まず圧倒的に PayPay ペペのお金をばらまくことによってデータを取れる、でこのデータっていうのがそのピンポイントで広告を出せるようになるっていうデータにもひも付けできるだろうし、でなおかつその、PayPay ペペがいっぱい来るもんだから、その余ったお金を今度、じゃ運用してみようかなってなるので、大衆心理としては。 だから、配ってるけどもう回収してるっていう、これすごないですかめちゃめちゃ配ってるけど、その配ったお金をまた回収して、それでまた運用しちゃうっていうね。これ本当にね、僕、すごい仕組みだなと思いますね。これやばないですかだからこれもう、本当魔法ですよ。お金めっちゃ配ってるよ、還元してるように見えて、その還元をバンバンすることによって、またその還元したやつをこっちに戻して、それで増やしてってっていう、運用に使っちゃうっていう。 これはね、すげえなと思うし、この仕組みはすごいなと思いますけどね <laughs>。それはソフトバンクなんか5兆円いくだろうなっていう。なんかその、まあ、もちろんね、5兆円いったのは PayPay ペペの、うん、なんだ、そういうものではないですけど、そのなんか営業というか考え方というか、なんかすごいですよね。うーん。だから多分今後、あれだと思いますよどん。また還元率、またね、 ペイペイは、ま、またばらまく。また100億円キャンペーンとかいろいろ何とかキャンペーンやると思いますけど、随時ね。いや、この営業はね、また見物ですね。どういう風にその、ユーザー数を獲得していくのかっていう。多分1億人ユーザーなんじゃないかなと思うんですよね、ペイペイに関しては。1億人ユーザーってもう、快進撃ですよね。ほぼ、日本の人が全員ペイペイをインストールしてるっていう状況を作ったらもう勝ちですよね。 完全に。だって1億人の買い物のデータバンク取れるわけじゃないですか。やばないですか。<laughs> これはね、ちょっと楽天を追跡できますね、本当に。そに。昔、楽天ショップと Yahoo ショップ、Yahoo、まあ、ショップもあって、Yahoo シ,ショップの出店者を増やすっていうことで、昔、多分6年前かな、出店の,その手数料0円にするとかそういう、そういう施策もやってたんですけど、やっぱ楽天、やっぱ強いっちゃ強いんですよ。 だけど、このね、一気にこの、ま、あアマゾンは抜けないかもしれないですけど、楽天とヤフーショッピングに関しては、多分ヤフーショッピング楽天抜けんじゃないかなっていう、この、だからこのペイペイのこの荒技使って、あとソフトバンクユーザーにもめっちゃ還元しているので、ソフトバンクユーザーに対しての還元とか、ま、あそのペイペイの本当のこの営業っていうのが、もうゴリゴリですね。うん。 まあ今後注目かなと思いますね、PayPay ペイペイに関しては。すごいなと。うん。だからそういうところも、いや、いや、いや、電子マネーをね、昔その PayPay ペイペイが出た時に、何が PayPay ペイペイだと。うさんくせえなっな、つってね、あの、なんか、おじいちゃんがね、その PayPay、ファミマでアルバイトしてる人になんか、あの、毒吐いてね、怪しいんだ、みたいな、なんかやってましたけど、時代変わってるので、 じゃあ、火百譲ってね、これ、あの、紙幣が使えなくなったら、そのおじいちゃんどうすんのって話で。まあ、日本はすげえ遅れてるので、価値観も遅れてるから、まあ、紙幣は使えるっていう風な、まだ何年も続くと思いますけど、ただ30年後ね、紙が流通してるのかって考えると、僕はね、30年後とかはもう、紙いらない、紙なくなってったと思うんですよね。いらないですよね、紙。紙の紙幣っていうのが。 おそらく。もしくはもう使えない。まあまあ、それは他のヨーロッパとかでは、もう、もう全部キャ、なんだ、キャッシュレスというか、もう現金使えませんよっていう風習になってるところもありますから、から逆に言うと現金持ってると不便みたいなね。っていう風になると思うんですよね、今後は。間違いなく流れ的には。今の流れで、いや、現金の時代だっていう人言います まあ未来を予測したとしてですよ。ねまあ、現金派とかその電子マネー派とかではなく、これからの時代を予測して考えた上で、これから現金が主流になるのか、それとも電子マネーが主流になるのか、じゃあこの2極に考えたときに、絶対電子マネーだと僕は思いますね。それも考えてるか考えてないかじゃないですか。時代の流れについて自分はこう思うっていう。 考えてるか考えてないかですね。じゃあ、時代の流れはこうなるだろうっていう予測、仮説を立てた上で、じゃあ、やっといた方がいいよねと。今のうちに使い方とかマスターしといた方がいいよねと。実際使って触れてみた方がいいよねと。うん。まあ、そもそもやっぱ、まあ、今回僕は運用に行ったの、運用をやろうと思った本当の最後のプッシュはやっぱ自動車税を PayPay ペペで払って、 あの1秒で自動車税をね、まあ、1秒は盛りすぎかもしれないですけど、スキャンして、もうほんと3秒ぐらいですよ。3秒ぐらいでパンってもう自動車税払えたっていう、この利便性がすげえなと思いましたねうん。スマホでバーコードをスキャンして、出てきてタップ終了。もう税金納めるっていう。このスピード感覚はやっぱすごいなと。う ただ、どんどんやっぱ時代は便利になっていくので、やっぱそれは止められないんですよ。だからリニアモーターカーもね、2000何年に出る、できると思いますけど、どん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 便利にしていくっていうのは、もうこれは止められないので、今からそのクロマニオン人時代に戻るかっていうと、戻らないですから、それは隕石とかがなんか出て、なんか一回地球がリセットされたらわかんないですけど、うん。 やっぱね時代は進化してますのでやっぱ脳を進化させるっていうことは大事なんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。